遠いには使えへんねん、お前。こんな遠かったっけって、耳たぶと鼻毛の話してないから遠いねん、ほんなもう。なんかある？なんか話。二択。もうクオリティ低すぎてな、お前。どうしようもねえわ、お前。いや、もうええわ、もう大体分かってるわ。大体お腹いっぱいじゃん。パターン分かりだしたわ。次もう血芸か胸毛やろ、どうせどうせ胸毛はしますか、どうせそうやろ、ほんまに。でもじゃあ女の人がですよ、はい、女の人がもうめっちゃもっちゃもっちゃ、はい、もっちゃもっちゃ、はい、もっちゃもっちゃやけどめちゃくちゃ美人、一緒やんけ、パターン一緒やんけ。それはでも耳毛と一緒になっちゃうんですかね。そりゃそうやろ、その枠じゃ。じゃあ耳毛がボーボーか、胸毛がボーボーとか。どっちも嫌じゃん。年収ないんか、年収ないんか。年収くれや、ほんま。でも耳毛は隠したらダメじゃないですか。胸毛って隠すっていうか、まあ剃ったらあかんの。ダメです、ダメです。何ですか、さっきと一緒やんけ。剃るとかそういうのは、お前、人としてどうなみたいな。どうなんちゃうやろ。それはしたりよ、ほんとはもう。いいじゃないですか。シンプルに。セカンドじゃ、そんなもん。セカンドや、バリセカンドや、あんなもん。メインで、セカンドで伸びるやつや、あんなもん。新しいケルンを作ろう。新しいケルンを作ろう。ああ伸びそうや。セカンド。セカンドで伸びそうや。え？黒歴史ですか。何黒歴史で。ケルン。あ、ケルンはセカンド行きです。はい。はい。ファーストがいいよな。ん？メインに組み込みたいよな。そうメイン組み込みたくな。オタク訪問とかそういう系ですね。そういう系やな。難しいですよね。もともと前ワークマンと普通の登山ブランドの違いみたいなやつ貼りました、ね、はい、あはいはい。今のとこ2つケルン入れたら3つしか出てない。ケルンは入れたあないな。ライチョウの特徴教えて。ライチョウの知らんかったどうやって終わり。ライチョウの特徴。これライチョウじゃ鳩やこれ。鳩じゃこんなの。山のホテルこんないよ。え？うんそうやね。食べてる食べてる。食べてるやろ。ほんまに。でちょっと休みましょうか。はい。あめちゃくちゃ受けたい。はい、あやばいテムレス聞いてる。でも中に中水入ってもついてる。全然全然ついてる。あそっからか。上からしか絞らへんの。上からかぶってる。テントを運んでる時に全部水入ってきてる。あそうか。もやさんがテント片付けるの手伝ってくれた。ああ、そのパパッと。さすがやな。早起きしてたから。早起きして。俺もあれやで。久しぶりに。目覚ましかけへんかった疲れてた。え、どんくらい寝れました。いやめっちゃ寝れたね今回。でも全然起きずもうほぼ起きず、うん、いや結構こまめになっちゃった。え結構こまめになっちゃった。あ、そうね。ちょっと斜めに取ったからそれで起きんねん。なんか、うん、もうちょっとや頑張りましょう頑張りましょう。